エンジョイパチンコライフ。明けましておめでとうございます。アイドルオタです。いやですね、去年のですねチャンピオンカーニバルではですね非常に不本意な成績を残しまして、まあ、一応エピソードチャンピオンということで、今回のシーズンにも参加できるということで、新年2014年一発目、はい、頑張っていきたいと思っております。で一応ですね、まあジェフリー君と、高木マックスさんが相手ということで、まあ、前回のね、戦国コレクションの時と同じようにですね、まずここで、ものすごい跳ねっぷりを見せて、残りの2人に戦意を喪失してもらうという作戦で僕は行きたいと思います。それでは行ってまいります。どうすっかな、化け物語、吉宗、吉宗。でもね、僕ね、新しい台ダメなんですよ。獣王しかり、吉宗しかり、エウレカしかり。どうしようかな。あ、でもみんなとりあえず化け行ったり、吉宗、エウレカ、獣王っすね。やっぱり新しい台行くと引けないので、僕はちょっと昔の台の早い台を狙おうかなと思ってます。バジはどうだろうか。まだバジならゲーム数とかじゃないし、まあ MB とかの確率見ながら設定推測をしながら打っていこうかな。とりあえず外端から行きましょう。ここから行きます。84番台。それでは、バジリスク2甲賀忍法帳純蔵 2.8 枚、これでとりあえず4桁目指します。ただね、バジね、まあそりゃそうなんですけど、いないんですよね誰も。いきます、第1打。今のいい第1打でしたね。2014年の幕開けにふさわしい。いやーでもね、正月ねいろいろ打ちましたけどね、僕一番最初に打ったのが AKB48 ですよ。 AKB48 打ちましてね、一番最初に引いたボーナスが会いたかった48ですよ。これはもう1年ねやれるなと、2013年の俺と違うぞというとこを見せつけてやりましたね、あの時に。はい、とりあえず巻物一回引いたんですが、まあまあ広角にいないっぽいので、とりあえず別の台で広角に行ったもんから打っていこうかなと思います。というわけで移動です。さあさあ2台目、バジリスク2 83番台カニ歩いております。行くぞ、第1打。あ、のんびり昼寝でもしていようか。おお、広角っぽい。ここで陰でない。はい、ジャック。うわうわうわ、びっくりした。よっ、ああジャック。そんなジャック連発されても。
ちょっと広角に行ったので続けてみます。とりあえずなんか引いてスルーするまで打とうかなと。ああいうのがね出し寄るんですよ。ああいうのが今ねキング皆川がね来とるわけですよ。なんだかあれね絶対ね裏でね俺よりね出すんですよ。ああいう人の方がもうやめてほしいよねそういうの。よし移動するか。ここは降格移行したという事実を僕だけが知ってる。というわけでさらに移動します。さあカニ歩いております。先の2台よりも断然 MB は引けてる。今15分の1切ってるぐらいで引いてますけど、まあ短いゲーム数なんで。何掘ってるの？ほらよ。巻物3回目。大事にしろよ。おぼろにまずはお味噌汁です。さあこっからどうなるかが、まあ問題でさあな。一回目。巻物三分の一。行く道を選べ。さあ何を選ぶ。僕が一番好きなのはハラン。なんでハランでいきます。安定が一番まあ割がいいとは言われてはいますけど、やっぱ好きなの選んでもぎ取る方が乗ってくると思うんで、これでいきます。ハラン。真ん中行きます。山の雨などない。今引けた気がしたな。でもこれはしょうがない。まあでもとりあえず巻物から1回3分の1で入ってますね。そしてもう500枚が飲まれました。さあ次の500枚に行ってきます。なんでここで引けないのかな。落ちる。ちょっと周り見ますか。一応僕の打ってた左の台とか打ってた台が1台広角に行って残りはもう一つ広角に行ってて、一番右はもうわからない。ほいでもうマジカルハロウィン4は一箱持ってる。吉宗もそれなりに人がついてると。エウレカ獣王か。でも2台サバちゃんに入ってるんですね。もうしばらくバジリスク打ちます。一応ですね今バジリスクは前台埋まりました。前台埋まったというか前台回されました。で広角に移動していたのは現状2台なので、今この台をやめて左の台に戻るか、まあどうするかってとこですけど、
よし、見切りをつけよう。左の台が一応広角に移行していたので戻ります。戻ってそこで勝負します。よし、ここでもう多分打ち切りますよ。では2台目の広角に移動していたバジで行きます。強チェリー124ゲーム、強チェリー、そして巻物、大事にしろよ。おごり、まずはお味噌汁です。あ、できました。次は里芋の煮物です。あ、できました。海岸チャレンジ一回消化してやめてったよ。壇上屋敷、強チェリー、巻物、巻物で壇上屋敷。一番、わー、ちょっと熱いんで願い。何を恐れるか。ちょっと暑いんで願い。ちょっと暑いんでねか、本当に。見よ、誇張の舞い。そして強ベル。そんなに、いや、固まってきては欲しいが、あかー。いやー、当たった、当たったよ、当たった、当たった、当たったよ。これ小四郎を倒せ、小四郎さん。そしてチェリー、天神の小四郎着目だ。ああ、もう当たった、ああ、やりました。ああ、さらばじゃ、こしろ。よし、よしよしよし、153ゲームですね。一応全部僕しか回してないので、この台はまあ0から153って言っていいんじゃないか。とりあえず当たりました。まあ強チェリー、強チェリー、巻物、巻物、強ベルって引いてんで、もうよくわかんないっす。では行きます。さあ、誰が出てくる。玄之介、バジリスク対中か。では行きたいと思います。ドン、中水星の中、狙うのさ、狙うのさ。これどうしようか、中狙っちゃおうか、もうダイレクトに行くよ。まあそんなもんですよね。さてさて、57劣勢ですね。あ、この並びはちょっと僕の中ではこうじゃなければ、こうが一番ね、なんか負ける気がするんで、この並び、まあこの2人がいるっていうのもあるし。はい、ああ、氷馬が落ちた。とりあえず玄之介さん行ってもらわないと。まこと愚かの極み、死ぬここに決したり、帰国収集。さあ、こっからですよ。玄之介、せよ。玄之介さん攻撃してくんないと。はい、まだまだ行くぞ。終わりじゃ。いやー、いなそう、これは。いやー、いないよね。あー、終わってまた。
さあ前回のチャンピオンカーニバルよりはね、いい成績を残しましたよ。165枚、一応ね記録もできたんでちょっとばかし安心はしてますが、これじゃ。行くぞ。よし来い、よし来い、集団に止まっちゃえ、来い。キョジェリー230ゲームお、7見せてるよ、7。はい、団長屋敷総投手が現在1000枚と、赤文字おっと、やさ丸を倒せ。おい、当たった。キョーチェリーヒット。ただね、どこだ、小鴨の、そこか。もう当たったものと思ってるけど。よし、スタートします。278ゲームでスタート。おっ、はい。よー、なんだよ、今日 MB。 左、いやー、ダメか、ダメか。おお、続いたーっと。やった、これで160何枚が超えられる。あとはこれで全部勝っちゃえ、全部完全勝利して、完全勝利。負けたー。完全勝利見たことないんだよな、まだ。とりあえず続いてよかったわ。8人で倒すんだったら10人で倒してほしかったな。このおぼろかわいいね、このおぼろ。さてここですよ、問題は。3対3か。キョーチェリーで乗っててくれることを祈る。うわー、きついかも。場所、勝負始め。あとはどこ。うわー、昼間ですね、昼間ですね。いやー、終わりじゃ。はい、ザー、貯めたんですけどね、天然勝てなかったですね、277。とりあえず277です。ナビを出てください。出ないね。いやー、伸ばせないね。これここ止まるでしょ、ここ。ほら止まった。はい、花火柄こっちか、違うか。おっ、